全員じゃないんだ。全員じゃないんだね。珍しいの、うん、はい、クロックアッププレゼンツ、耳赤ちゃんよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ、クロックアップの池田かなめでございます。パーソナリティの杉原まつりです。そして本日のゲストは声優のゆいこです。イエーイ。奇跡の2週前からちゃんとアピールをしてるっていう、ね、そうですね、珍しいですね、うちとしてはね。珍しいスタイルでやらせていただいておりますゲスト告知されたされたまあほぼないですから、ね、ないですよ、多分が初めてじゃない。だって収録の時に、前の収録の時に決まってないですからね。ないですないです。なんだったらもう収録前日ぐらいまで決まってない時なんだったら収録日も忘れてますからね忘れないで来たら誰もいないとかはい、ということで星ラジ初登場でございます。ようこそゆうかさん、よろしくお願いします。はい、パーソナリティ杉原まつりさん、一押し声優様ということで遊びに来ていただきましたが、マイシスターです。番組の雰囲気どうですかって言ってもまだ始まったばっかりだっつ、まあ、始まって自由だなとは思ってるけど始まったばっかりでもなんか今日もあれでしょ、来る前になんかどっか寄ってきたの。もう私は終わってるのよ、はい、今日この段階は。もうなんか満足しきった状態でスタジオに来ているという。そうです、もう私は寝るだけなんですじゃあ次は収録終わるまでやめとこう。ダメ、収録終わってから行こう。英気を養ってそのまま帰りたくなるっていう今日はそれは英気を養うとは言わない体力使い果たしてるだけ。ランチ食べて猫吸ってきた、おもちゃですごい腕をいっぱい使ってぴょんぴょんさせて中に入れてみたいなこと。中に入れてそれは入るもんなんですか。入りますよね、スカートが。スカートの中に。あー、なるほどなるほど。わ、トンネルだっつって入ってきた、1匹2匹っつってここだけで3匹いるぜって言いながら大富豪のように遊んでるから。あのトンネルって貫通してるから、トンネルって一応、まあ、貫通はしている。あー、なるほど。それはあんまり深くつかまない方がいいですね。あ、そう、スカートだから。なんかちょっとスカートを開き目にするとそこから入ってきてくれる。あー、そうそう、わーいっすね。入るのって言いながら、おいでーす。なんでもうやりきってます、くたびれきってます。もう遊びに遊んで大丈夫か、このラジオの出演者はい、ゆいかさんのご紹介は、後ほど普通オタのコーナーで、はい、ーナーでやりましょうということで、まあまあ先に進みますかね。はい、ということで特にオープニングメールもなく、はい、はい、というわけで耳の穴も舌の穴もぬれぬれな30分間、最近30分じゃないよね、また、うん、またね、じゃあ約30分間約バカ、私が欲しいのはこれじゃなくてアイスキャンディーよ。どういうシチュエーション何持ってきたの、アイスキャンディー欲しいっていう子に対して、まあ、何を持ってきたのかな、何をはい、ということでクロックアッププレゼンツ耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ、この番組はクロックアップの提供でお送りします。はい、改めましてクロックアップの池田かなめです。杉原まつりです。そしてゲストのゆいかです。というわけでまずはこちらのコーナー、普通、このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーです。ヒューヒュー。というわけでは、どんどんわけではというわけでは、もう頭猫にやられてんじゃねえかよ。にゃーですよというわけでまずは改めて本日のゲストのゆいかさんをご紹介させていただきます。はい、ゆいかさんに聞きたいことを5つの質問。はい、はい、ペペン。第1問、あなたのお名前は？ゆいかです。第2問、初めて出演した美少女ゲームのタイトルは、役名も覚えていたらお答えください。カラフルウィッシュのめぐみです。はい、第3問、最初に星ラジのオファーが来た時ぶっちゃけどう思いましたか？まつりさんがいるから安心じゃあまつりさんちょっとなんとかして守ってあげてください。守らない。第4問、クロックアップといえば？なんかすごいそれ答え何がどうすごいの。はい、ラスト、杉原まつりさんはぶっちゃけいい人危ない人？素敵な人。いい人危ない人です。なんだよ。あ、危なくないよ。だからどの辺が危ないってお感じですか？お互いに猫吸ってる時はなんか危ない人たち。そうだね、 IQ は低い。 IQ は、ね、IQ とことん下がります。 IQ5 ぐらいに。どうもあればいいねっていう。サボテンの方が賢い。お尻が好きなの。お尻が好きなの。お尻がいいのね。この辺がいいんだよ。マジでそれしか言ってないね。お尻これぐらいの強さがいいの。気持ちいいの。気持ちいいの。まあ、その瞬間は多分サボテンの方が賢い。そこだけ切り取ったら相当もうなんか、なんかそれだけでちょっと変態度が一気に、ね、一気に
にね、お尻が気持ちいいのモブおじさん出てきちゃうモブおばさんじゃあ普通おたんをご紹介してまいります。はい、ハンドルネーム冷やし中華と姫岸のクッコロセレクションさんからいただきました、はい、ありがとうございます。冷やし中華始めなかったりなんだったり、今日はどうしたの。もう冷やし中華終わったでしょ時期的に。兄貴、まつりさん、珍しく告知ありのゲストのゆいかさん、みみらじは。みみらじは。ゆいかさんは星ラジに来られるのは初めてということなので、何か自己紹介的な話題があるといいと思い、ゆいかさんのエピソードをいくつかまとめて書いてみました。はい、エピソード1、ピュアな社長令嬢から多くまで幅広くこなすすごい声優さんである。多く？多くっていうのはあれですか、その多くて名ばかりで、その見た目はちょっと大きい筋肉質な女の人とか、そのじゃなくて、いや、今多くですエピソード2、小さい頃住んでいた家から学校までの間にコンビニがなかった。はい、あ、なかったんだ。ないです。あ、でも僕小さい頃もなかったっすよ。そもそもコンビニなかったからね。まだコンビニエンスっていうものは世の中になかったから。セブンイレブンの時代かな。セブンイレブンもなかった。セブンイレブンないです。ない。あら、途中ね、アサヒプラザっていうスーパーしかなかった。アサヒプラザ、賞味期限が切れてるチップスが売ってる個人商店なの。それダメだよね。それダメだよ。エピソード3、ハイパーな低周波マッサージ機による罰ゲームを受けていたため、星ラジのビリビリマシーンなんか大したことないと豪語している。してない。ただビリビリマシーンがね、今ちょっと行方不明なんだ。そうです、あのお片付けしたら行方不明なんだ。片付けしたらどこに行ったか分かんなくなった。あ、じゃあしょうがないですよね。じゃあしょうがない。あ、寂しいな、悲しいな。家から持ってればよかったです。結構です。と、こんなところでしょうか。話を膨らませるきっかけになれば幸いです。それではということで、はい、オーク、私の知ってるオーク。そうです、あのよくあのいろんな目に合わされるあのオークですね。あ、なるほどね。いろんな目に合わされたり合わせたりしますよ。そうです、そうです。なんか殺されたりとかするじゃないですか。オークはあの敵なので。あ、そっか。でもその、ね、勢力が、なんか性欲がすごいから、そっちの方とか、そっちの方とか。ちょっとね、物自体も大きくって、うん、俺やって入れるとちょっとお腹がボコってなるぐらいの。オークにもいっぱいこう出会ってきたし、オークもあのなんかなんかの機会に、あ、ゲームの中ではオークやったことないですよ。あ、なるほど、よかった。ちゃんとした役としてオークやったことはないですけど、まあ、大体の人ないよね。なんか一人で姫騎士とオークの役をやって、なんかワンコーナーとして一人漫才じゃないですけど、なんかテーマがあって、それを一人で姫騎士とオークで完結するまでやるっていう。拷問だな。それをやった時になんかみたいな感じで、よくなんかその中にいろんなこうモンスターとかゴブリンも一緒にやったりとか、やったりとか。バラエティーがすごいなっていうところから、ちょっとオークがいろいろ飛んでるな。気がついたら、そんなね、可愛いオークじゃないんですよ。なあ、やれっていう可愛いやつじゃない。なんか、うん、かわいいね、かわいいねって。オラオラっていうタイプ。オラオークオラって言いがちだからね。オラって言うおでかオラだから。おでかオラっていうタイプのオークをやってます。なるほど。オーク声優ということでよろしいですか。オーク声優。一部ではそうなってる。皆さんどうぞお見知りおきを。声優、いや、ちょ、美少女ゲーム声優の。ぜひあのオーク役があったらゆいかさんに。ギャグの方でお願いします。じゃあ続いて兄貴の方。はい、ハンドネーム IH さんからいただきました、ありがとうございます。はい、ミキマチュリタン、ゆうかさん、ミミラジワーと、ゆうかさん、星ラジ初出演おめでとうございます。ありがとうございます。最近まつりさんのツイートでちらほら目撃したので、もしかしたら参戦ありえるかなと思いました。クロックアップさんの音声作品、人妻もので、ゆいかさんの甘ったるい若妻ボイスに期待させていただきますよ。はい、キャスティングの経緯もすごく気になりますと。キャスティングの経緯って、僕はサンプルボイス聞いていいなと思ったから選んだって。すごく単純な話でしたね。なんかサンプルボイス聞かないと分かんないから、普通の選出でしたね。分かんないから、ただまあまあそれなりにこうね、年のいった女性というか、まあちょっと色っぽい感じ。すごい、なんか今までその出るっていうの何も言ってないのに、出る断定でメールが来た。そうです。いや、もう言うじゃん。なんでか知らないけど、なんか多分なんかちょっと匂わせがなんかちょっとあったけど、うんつって、多分だけど、なんでか知らないけど、今回ゆいかさんで、なんでか知らないんだけど、近日中に人妻っぽい感じの音声作品がクロックアップさんが出るのかな、出ないのかな、そんな
感じ、そんな感じですよね。多分次の音声作品がゆいかさんのやつなんですよ。あ、もう断定していいですか。はい、もう収録終わってるんで。終わりました。そうですか、収録終わってるんで。お疲れ様でした。まあ、どんな役かっていうと、主人公の、昔の彼女で今も別の男の人と結婚して、でそんな中主人公君と再会し、あら、まあ、そしたら、そしたら、さあどうしますかねっていう、こんにちはって言って終わるんじゃないですか。一緒に一緒に飲んだら、こんにちはじゃあ私かけてくるので、もう下のチャックちょっと開けてこんにちはみたいな、ね、そっちですか。どうも元気です。ああ、まあ、そういう役をちょっとやっていただきますと、そちらの方多分近いうちに販売できるといいんじゃないかなと思いますね。少々お待ちください、はい、でですね、質問が来ています。はい、はい、演じる上で得意なキャラ属性。得意なキャラ属性はでもロリ元気と最近はそのやっぱり人妻とかは、はいはいはい、もうデビューしたばっかりの時はロリ元気ばっかりやってました。ああ、多くはそんなになかった。多くはそうですね。なんかこうラジオとかになった時にうーみたいなのが、腕たまんねえ、腕もうーっていう美少女ゲーム声優と。はい、次、演じる上で苦手なキャラ属性。苦手なキャラ属性、でもあんまない。あ、なんかでも来たら結構いろいろ研究をする。ああ、研究家だ。研究努力する人だ。なんかこんな感じかなっていろいろやっていくので、新しいのが来たらそれはそれで引き出しが増えるから。ああ、なるほど、素晴らしいですね。感じで、はい、経験が少ないけど演じてみたいキャラとして。でも正統派ヒロインってなかなかないんですよね。難しいですよね。正統派ヒロインか、まあ、なんか癖が強いっつって。しょうがないんだよね、癖強いのって。結局、ね、そこそこできる人じゃないと癖足せないんだよね。だからこうスンってあの可愛い感じです。爽やかに、爽やかな、憧れるなっつって。あ、なるほど。でこれを聞いてるちょっと他のメーカーの方いらっしゃいましたら、もしよろしければ正当なヒロイン何か多くかなんか貸してくるでしょ。多く系何かが途中でふざけ出して多くになるかもしれない。もうすごい正統派ヒロインだけど裏を返すともうメスオークみたいな。なんか変身したらメスオークになる。変身もので残念な変身だな。そんな設定だ。はい、続きまして、お好きなエロゲのジャンル。多く出てくる面白い。なるほど。なんか私多くの多くに言っていたことがあって、多くの多く、多くの多くにそんなにされてみたいな言ってて、ちょっと、ああなるほどね。多くってそのたくさんってことね。たくさんの方。はいはい、ちょっと脳みそが追いつかなかったです。多くの多くっていうからもう多くの中のハイオークみたいな存在がある。多くの中の多く。多くキングみたいな存在がある。多くの多くかと思って、たくさんの多くにっていう意味で多くの多くにって言ったことです。それがもう心の中から離れない一生忘れないセリフです。はい、最後、また呼ばれたら星ラジ出てくれるかな。ぜひお願いします。ぜひお願いします。なんで多くだったの。今多くのつもりはなかったです。多くのつもりはなかったです。ぜひまた出たいです。ぜひお願いします。こっちの方がやっぱりね、多分ゆいかさん多くのイメージが強いんだろうな。でしょうね。ハンドルネーム大輔さんからいただいたメールでは、兄貴、まつり姉さん、そしてゲストのゆいかさん、ミミラジマ、ミラーす。今回のゲストにゆいかさんがお越しということで、はい、兄貴のモブおじ VS ゆいかさんの多くのバトルが繰り広げられるのか、今からとても楽しみです。バトルって何。そもそも一人の女の子を巡った。そんなにみんなね、ゆいかさんが多くが好きっていう。ああ、なるほど、ね、そんなに多く成分多めのメールが来るとは思わなかった、ね、こんなに偏るかなっていう。何って私何の声優だったっけかなっていう。バトルね、一人の女の子を巡って、お祭りさんを巡って、何トンネル。祭りさんのトンネル。あ、どうもどうも、はじめまして。私、モブおじさんと申します。また、モネ、モークと申します。私、実はですね、最近気になってる女の子がいらっしゃいまして。どいつだ、杉原まつりちゃんっていう子なんですけれども。いいよな、まつりちゃん、いいよな。もしよろしければ、どうですか、これから二人で一緒に。いいです、何ギルありますか。5万ぐらいはあります。モネ、1、大丈夫です、ここは私が立て替えておきますよ。ありがとう。
もしなかった時あの冒険者さんから奪って返していただければそれでいいので。もうで冒険者倒すよし、じゃあ5万ギル握っていきましょう。まつりちゃんのところへレッツゴー。ひでー見たよ。あと杉原さんのところ2人来ますから。これバーサスじゃなくて共闘ですから。共闘だし、お互い手に5万持ってきます。やった10万ってなる。ただその後は知らんすよ。残りと思うんです。ひどいな、ひどいな。美少女ゲーム声優ってなんだっけ。なんだったんだろうね。概念の。いや、美少女ゲームって美少女が出るゲームですから。うん、まあまあそうですね。多くが出たっていいじゃん。いいね、うん、なんかさっきのきっと美少女だったんです。メスメス多くメスメス多くだと間違いほのかな。大丈夫ですかね今回。まあなんかやばいな、まあ、2倍速ぐらいにしてもらえれば。ちょっとここのところはあの YouTube で自分であの2倍速ぐらいにできるんで、セルフで。あ、いやちょっと耳がやばいなって思ったら、ね、今入ったらやけどすると思って黙ってましたからね。卑怯なやつですよ。来て来て、まつりさん来て。やけどはしない主義なんでね。ひどい。はい、じゃあ以上で大丈夫ですかね。はい、メールは紹介できました。以上、ふつおたのコーナーでした。よいしょ。続いてはこちら、お試し ASMR 体験会。イエーイ、どんどんどん、パフパフパフ。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお題セリフをバイノーラルマイクを使って読んじゃおう。ただし誰が読むかは神のみぞ知るというコーナーです。はい、ちょっと今日嫌な予感してるんですよ。何、こういう時に、いや、ゆいかさんがゲストいらっしゃってるじゃないですか、うん、そうそう、大体みんな来るセリフがゆいかさん宛てなんですよ。そうですね、多く多くだったらどうする。ゆいかさん宛てなんですけど、うん、そうすると僕が読むやつも大体その可愛らしいゆいかさんとか色っぽいゆいかさんを想定したものが僕のところに来る可能性が非常に高いんですよ。超聞きたい。その場合はぜひね、もぼうじさんか、もしくはまあ別の美少女だよ、池田かなめ子でもいいですけど、やっていただいて。そう、色気たっぷりのもぼうじが聞きたいですね。もう文字良きないっすよ。もし出される紳士からにじみ出る何か。まずここにお題がございますので、はい、ございますので、じゃんけんで、はい、じゃんけんぽんで、はい、取る順番をまず決めまーす、はいはい、取る順番というかその読む順番ですね。そうですね、読む順番を決めて、1番目になってしまった人からここにあるお題を引いていただきます。はい、で一旦その収録の時は一人ずつこのマイクちゃんを使ってやって、あとでみんなで聞こうっていう感じの流れになりますが、大丈夫ですか。大丈夫ですね。それでは行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こんにちは。最初はグーじゃんけんぽい。負けた。じゃあゆいかさんから番号1番目2番目3番目を何番目に呼ぶかですよ。2番目。じゃあ私1番ゲストなのに2番目でいいの。うちはやっぱり聞きたい。僕のうちなんていつだって聞けるじゃん。じゃあこの中からアテクシーからかな。はい、はい、どうぞ。じゃあこれにします。どん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 なんで。はい、じゃあシュッシュッ。はい、じゃあそれぞれおのおの各自ですね、うん、オープンオープン、ちまっちゃおう。ビビン、ほらほら来たー。もうなんと、なるほどね、ちゃんとセリフがある。やったらやったらやったらできらやってやら。じゃあ撮ってない。なんでみんなちょっとテンション下がっちゃってんの。下がるよ。なんで下がっちゃってんの。そうよ、てることやで。憧れます、まつりねえさん。じゃあ行きましょう。はい、それではみんな無事収録は終えましたか。イエーイ、これから視聴タイムです。イエーイ。なんでそんなみんなテンションが低い。聞いたらわかるよ。じゃあまずはアテクシの ASMR です、どうぞ。ハンドルネームわさび麺さんからいただきました。はい、大工さんお疲れ様、すごい活躍だったわよ。って下はまだ元気なんだから、夜の体育祭でも頑張ってね。です。
はい。はい。なんか、本気じゃないですか？うん、つっちゃったけど。なんか、割かし本気じゃないですか？ま、真面目にやったけど、一応、裏設定があって、はい。あの、まあ、これは学園のお話だよね、きっとね。まあ、そうですね。体育祭って言ってますからね。うん、37か38の英語教師が学生を食いたいっていう。ああ、なるほど、なるほど。欲望を込めて。英語教師ってことは、やっぱ、それなりにね、英語を使ったりする。エクセレント。ああ。アメージング。あ、なるほど、君のピッチとか出したりする。あ、イエス、おイエス。ほら、ここもうちょっと触ってみて、私のピッチな。下唇噛んで。最初下唇噛んで、ね、そういう感じですよ。アクセントまでバッチリな。バッチリですよ。なんかそういう、まあ今と多分ピー入りますけど。そういう風なね、イメージでやってみました。なるほど、うん、はい、ということで次は2番手。はい、ゆうかさんの。私です。はい、じゃあ2番手聞いてみましょう。どうぞ。わさび麺さんからいただきました。ARMS のセリフとなってますね。じゃあ行きますね。おで、お前は、お前は、貴族生まれで高貴な騎士であるこの私が、貴様らのような下賤な輩に汚されてなるものか。やめろ、殺せる。はい。何やって、はい、ARMS のアームズだね。本当だ、アームズだ。アームズだね。ジャボウォックの力がちょっと手に入ってるやつだね。力が欲しかったんだね。力が欲しいか。ドクンドクンつってジャバオックの力手に入っちゃうんですよね。そしてオークが出てきたね。うん、あの送って書いてないけどね、オークね。でもこれ読んなきゃいけないと思って、あの姫騎士のセリフだけあの書いてあって、うんうん、これはもう今日でも当たりじゃん。当たりでした。当たりだけどさ、うん、オーク締めか。はい、なんかだってこれも今日の流れはこれで入れなかったら私はあのオーク声優じゃない。だってこれ多分あのゲストとして来て、うん、締めに聞きたいやつだと思うよ。最後だってやばい。締めに聞きたいやつだと思うよ、これ本当はね。あ、でもめっちゃあのこう揺れながら撮ってましたね。こう横左右にちょっと移動したから、おおおみたいなのをやりながら。小窓から見てたら小刻みに揺れてたよ。いっぱいいるみたいな。セルフ分身。セルフ分身。はい。良かったと思います。ありがとうございます。とても良かったと思います。じゃあなんでそんなテンション低いの？上げてこうぜ。おちおち。あのね、もうね、見たらわかんのよ。ね、これも多分ね、狙い撃ちにされてる感はある。なるほどね。じゃあ聞いてみましょう。はい、兄貴の ASMR です。はい、ハンドルネーム IH さんからいただきました。ありがとうございます。はい、では行きまーす。どうしたの？上手に向けないんだ。そうだね。じゃあちょっとおじさんに任せてごらん。よーい、ちょっとね。かっ、ちょ、よし。ほら、こうして先っちょを指でつまんであげると、ほら、向けちゃったね。簡単にね。栗の皮。ああ、じゃあ美味しく食べようね。ごちそうさまでした。はい。栗そうそうそう、うん、ほらだって秋じゃんもう、うん、栗の美味しい季節じゃないですか。え、生？いや、ちゃんとふかしたやつじゃないかな。あれはあの ふやかしてたんですか。あ、いや、あのこうやって栗割るじゃないですか。なんか食べるじゃないですか。殻につくじゃないですか。あれをしゃぶってたの。あれをなめしゃぶってたの。なるほど。なんかうまくあれだったか、すごいなんかこうふやかしてなんかうまく剥がそうとして、すごいな。そうそう、で、あの隣の子が剥けないって言うから、うん、おじさんに任せてごらんっつって一生懸命栗を剥いて、はい、食べてごらんっつって、うん、なるほど。でおじさんは自分の殻の中についてる身をもう一回また。よかった、鳥じゃなくて。でおじさん最後ごちそうさまでしたっていうことです。なるほどね。決してやましいことは何もない。何もないです。すごい日常的な風景ですね。うん、あのとある声優さんに習ったテクニックを使いました。なるほど。上手だった。指を鍵状に曲げて。あー、面白い。やっぱこれ鳥で正解だったな。正解で、いや、そんなことはないと思う。あのリスナーのね、多分ね10割男性じゃねえかなと思うんですよ。そんなことはないよ。あのちょっと女性いるか、うん、多分ね。今で今で。ほらほらほら、多分ねその人
が求めてるものともちょっと離れてるような気がするんだよな。何でもかんでも欲しいものがもらえると思うな。お預けも覚えていただいて、ね、ただ今日はね、なんかそれぞれ狙い撃ちにされたような気がする、うん、なんか見事に引いた感じが。本当にバランスは確かに、まさか秘密を引き当てるとはね、素晴らしき、はい、もうおじさんのクッポロ聞きたいところではあります、ね、あ、確かにね。これやんの僕が。やらないの。高貴な騎士であるこの私が、うん、高貴な無謀士であるこの私が、あ、でも高貴な騎士って言ってるから別に姫騎士なわけではない、うん、まあ、騎士って大体男性だし、ね、え、杉原さんがやってくれたらいい。いや、大体ちょっと無理だな、私日本語3行以上もね、だって今3行ねえから IQ が猫なのよ。今3行ねえから大丈夫よ。ダメだな、もう1行とね、あの3文字ぐらいだから大丈夫。しかも1つね、こうクラメーションがあるとね、あの書きかっこなんで、多くはやらなくて大丈夫なんで、ですか、多くはやらなくて大丈夫なので秘密書みたいな。いや、ちょっと大丈夫です。体力的に。あれ、全力使っちゃった、全力使っちゃったんで。英語教師37歳37歳なんで、持続力なし。おーイエス。はい、現場からは以上です。現場からは以上です。はい、というわけでこのコーナーではリスナーの皆様から ASMR で私たちに再現してほしいセリフやシチュエーションを大募集。メーカー様、同人サークル様からの応募も大歓迎。まあ一向に来ないけどね。まあ多分聞いてないからね。来ない。応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。以上、お試し ASMR 体験会のコーナーでした。というわけで、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ、耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。面白かったです。むしろ大丈夫なのかな。多分大丈夫でしょう。大丈夫、全然大丈夫、そんなないです。別に今回ほら、やばいこともそんな言ってないし。やばいこと、やばいこと、でも P は入るとか、まあまあまあ多分にあるよ。多分にある。まあ僕はあのクッションがピッタンもいたからね。P 入れる箇所を増やさない。増やさない。わざとやった、わざとやった。本当に打ってるじゃない。練習する人が入れなきゃ、入れなきゃ。はい、そんな感じでございます。楽しかったぜ。楽しかったぜ。ゆいかさんとは最近モンハンでね、はい、一緒に遊んでいるのですよ。一緒に姫をあげよう中で、そう。ね、30まで上がったね。上がりました、ハンターランクが。でも人がいないと上がれないから。そうああ、そうか、人頼み。なんかもう7以降は一人は無理よ。無理です。ワンパンだもんね、マジで。私、あの双剣という短い、あの双剣かー、リーチがね、大変に短いのでヒット&ロールみたいな。双剣って牛刀ぐらいの長さぐらいしかないでしょ。すごい、ずっと連打してて、もう止まりたいのに連打しすぎてずっとなんかね、こう飛ばされたみたいな。僕まだね、買って起動してやってないんですよ。あれ、やりましょう。買っただけ。買って名前つけ て、チュートリアルが最初終わっただけ。先は長いな。で、今あのなんかオンラインでもソロでもいいから、どっちがクエスト受けましょうねっていうところやってます。何もあの村のブラックさ加減を何も分かってない。まだ料理に使っちゃったもんね。こんなに金たまらんかっつってね。金がない、金がっていう。そうなんです。モンハンもね、金策にはね、最初のうち結構困るんで。そうなんですよね。やったな、楽しい、楽しい。もうやってないな。これからこれからね、まあ、いつかまた楽しむことができると思えば。どうしたんですか、なんか今日もうあれかな、使い切っちゃったかな。帰りたい。日本撮りだからもう一本あるんだけど。もう一本ある。私たちが最初なんかやりきったって言ってたので、そう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 、だんだん元気が出てきたね。僕は逆にこうスークロスフェードしてやる気が。じゃあ締めちゃおうか。はい、というわけで、星ラジでは皆様のメールをお待ちしております。あれ、告知は、あ、忘れてた。告知、ゆいかさんの方から。はい、12月24日発売予定のデュエルテイルさんのヴィーナスブラッドセーバーにハリアルですハリアル役でハリアル役ハリアル役で出演させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあクロックアップの方からなんですけれども、はい、あの好評発売中でございます、はい、眠れぬ羊と孤独な狼外伝、ぜひね、遊んでみてください。割と遊びやすいタイトルだと思うんで、うん、秋の夜長にちょっと ね、あのチラッと遊んでいただければ幸いかなと思います。はい、あと多分近いうちに音声作品が出ます。うん、どんなのなんだろう、どんなのなんだろう、気になるな、気になるな。さっき言ったよ。ゆいかさんが言う頑張るやつ、頑張るやつ、頑張るやつ。
昔付き合ってた彼氏とちょっと飲み会に行ったらこう、うん、あれよあれよという間にあんなことやこんなことになって最終的にはおや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 お楽しみではいそんな感じでございます。はい、それはいつ頃発売になるんですか。それと編集が終わったら。おわ、なるほどね。いつかな。いつ、まあ、頑張れちゃんと編集してる人がラジオ収録してる方かけながらこうボディーブロー今打ってる感じお忙しいのは存じているんですけれどもまあまあまあちまちまボディーブロー頑張っていただいてはい、はいというわけでこちらで待ってクロックアップってツイッターやってるの。やってんのツイッターって。ツイッターやってるの。ツイッターやってるの。はい、そんなクロックアップツイッターのですねユーザー名なんですがアットマーク CLOCKUPOFFICIALクロックアップオフィシャルで検索してフォローをですねぜひお願いします。はい、お願いします。はい、以上です。はい、いいですか、先に進んで。どうぞ。はい、というわけでホチラジでは皆様のメールをお待ちしております。普通オタでは普通のお便り、お試し ASMR 体験会ではバイノーラルマイクで表現してほしいセリフ、シチュエーションなどを大募集。みんなで ASMR コンテンツを盛り上げましょう。その他日本語に呼べれば何でも OK。 投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いします。それではクロックアッププレゼンツ耳垢じゃないよ耳山だよクロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは終了の時刻となりました。お相手はクロックアップの池田かなめとパーソナリティ杉原まつり、そして違う、そして次回も引き続きお付き合いください。なんで噛んだの今それっぽい要素ないけど急にちょっと猫がシュッそして次回も引き続きお付き合いください。ゲストはめっちゃ楽しかったです、声優のゆいかでお送りいたしました。はい、次回は10月の1日更新予定でございます、うん、ということでせーのそれじゃあまたね。ASMR ラジオのコンテンツは逆だねクロックアッププレゼンツ耳垢じゃないよ耳垢だよクロックアップ ASMR コンテンツのラジオ